名門校出身の2人ですから、辛い練習を、水飲んでいいか飲んじゃいけないかってギリギリの過渡期にいたお二人ですから、最後の厳しい時代、辛かったこといっぱいありますよね。ありますね。教員話聞きたいです、まあ、ちょうど僕ら変わった時期だったんですよ。1年生の時お月制度っていうのが先輩につくんですよ。先輩のスパイクを磨いたりとか、うん、ジュース買ってこいやとかあったんですけど、はいはいはい、その僕ら3年生の時にそれをなくそうっていう話になって、それは誰かが発足的にやったんですか。もう全員で、僕らの代の人間がみんな、もう自分ら3年になったらもうやめようぜって。すごい、すごい。やっぱスパイクとか自分で磨きゃいい、別にやらせる必要ないやんっていう話なんで、そっから付き人制度とかなくなったんですけど、だから僕らは一番損してる損してるってあれか僕ら生まれた時点でも損してるのがあるんですよ。上ダルビッシュ世代、下坂本勇人、マー君世代、マー君世代、すごい。メジャーリーガーに挟まれメジャーリーガーわーってるんですよ、狭間の世代、はい。僕らも桐蔭の時に、僕が2年の時の春が2回戦に東北高校ダルビッシュさんに負けて、2年の夏が1年生の前田健太に PL 学園負けて、そっか、ほんで3年僕甲子園の夏マー君に負けたんですよ。だからもうメジャーリーガー3人に負けてるんですよ。裏学もまあいろんな話を聞きますけど、返事は 0.3 秒っていうのがあるんですよ。僕に今なりって言ってもらっていいですか。分かりました。なに食い気味かぶってるからもうほぼかぶりゴミに紙に来るんですよ。お前何やってんだって言ってください。お前何やってんだ、はい、でもちょっと大吉さん、今なりって言ってもらっていいですか。今なり、はい、アウトっす、これ、どうなるの、アウトだったら。それで貴様ってなって、監督さんが喋ってる時になんだそのままみたいな、話を聞いてないってことだろお前みたいな。もう本当に話聞いたら聞き耳合わせてこうやってやるだろみたいな。だから僕は話聞いながらこうやってやりながらちょっと前傾するんですよもうこれやった瞬間終わるんで、これは絶対やるよね、でも監督さんは太陽、僕らひまわりなんです。だからこう向いた方向に太陽の方向に、そう、太陽の方向に向くんですよそうそうそう、やっぱこう本当なんですよ。だからこうやって監督さんが言ったら「はっ」って喋り始めた僕ら足と声ってのはもう伝統的で、グラウンドに入ったらもう3歩以上ダッシュ、球場これあるじゃないですか、うん、あざーす123 常にキャッチボール中は常にもうこれです。ハイスボール、足踏みしながら、止まっちゃいけないの。ふくらはぎパンパンですよだからいい下半身してる。そうなんですよ。ボクシングの人がこれいつもこうフットワークしてると、キャッチボールとかボールを受けるときはどこからボール来るか分かんないから常に受ける、あの動ける準備をしとけって言われて、キャッチボール1時間したら地獄なんですよ。ちょっと1個やりたいのなんですけど、あのうちサーキットトレーニングで腕立て腹筋背筋あるじゃないですか、あれがとんでもないんですよ。始まる前にさあみんな来てわーって集まるんですよ。マウンドに集まるからわーぶわって吐けるんですよ。監督がよし行けって言うんですよ。そしたら腕立て行きまーすって言うんですけど、こっからそれってこう、これをみんなこう揃えな、こうやったら、あ声出しながらみんなでやるんですか。ちょっと一人とかずれてる人間いたらやり直せ、はい、それから一から出しなさいっつって、それを最初のスタートが腕立て腹筋背筋で始まるんですけど、背筋で崩れた場合、背筋にやり直した瞬間に僕ら怒られることを食われるって言うんですよ。食われるので腕立てから入るんですよ。でまたサーキットトレーニングの前にランニングがあるんですけど、ランニングからやり直しなんですよ。でランニングサーキットトレーニング綱登りってあるんですけど、綱登りでやったらまたランニングから行くんで、終盤になればなるほど絶対ミスしちゃいけないんですよ。怖っ、すごい緊張感。怒られるとお前らやんなくていい、やらせてください、じゃあ清めてこいっつ、お願いします。要は修行僧とかしたんで、清めてこいって言ったら、清めてこいイコール僕ら20キロ走タイム切りなんですよ。監督から20キロ走行けっていうふうに言われる前に、お前らダメだって、さらに清めさせてくださいっつって言って、20キロ走やらせてくださいタイム切りで持ってこいっつ、20キロ走終わってまた5キロ走から始まるんですよ。今お寺の修行の話聞いてるわけじゃないですか。これは本当にごく一部なんですか。ごく一部ですか。ごく一部です。野球の練習せえへんの。そうだから、うちがここ最近全国制覇したんだけど、春、うん、勝てない理由は野球の練習してねえじゃん。高校3年間で野球の技術指導されたことないんですよ。めっちゃ時間かかるやん。そう。終わらへんやん。そう、終わんない。でその前も多分なんかいろいろあんねやろ。そう。いや野球せえへんやん。そう野球やってて態度がこうなんかガラーンって打ったやつが集合とかなって、監督の前 30m 以内は走っちゃいけないんですよ。埃が立つん でこう走っていくじゃないですか、ダダダって全力いった走らなあかんから一応これ本当なんですよ。これで3分でブワーッ
僕ら劇団裏菊って言われてたんですけど今じゃダメですけど負けるじゃないですか野球試合とかで試合負けたら、まあ、ベナルティがあって走るんですけどその時に僕ら殴り合わなきゃいけないんですよ。気持ちのあるやつは本当に甲子園行きたかったらこいつのことを殴ってでもやらすだろうっていうチームワークとして、だから始まった時にシェゴーみたいなそうミスしたやつこう自分はすいませんでしたみたいなお前よみたいな何やってんだお前とか言ってもう甲子園の決勝でそれできんのかお前うわーみたいなすげえ監督それを見てやろうやろう、うん、お前のやつやるやつない何か他にメンバーがいみたいなメンバーが出てくるんですよ。バーンってお前らみたいな試合出させてもらってお前ら息乗ってんじゃないだろって思うんですよ。僕カチンってきてお前試合も出てないなおらーって思うんですよ。劇団裏学院すげーでも最終的にはあのストーリーの結論があるんですよ。俺らチーム一団になってみんなの負けをみんなで走ろうってなるんですよ。最高だーって思うんですよ。そコーチが一本目よー全部走ってあの走り終わりは僕ら絶対ヘッドサインなんですよ。おアップでも、あの走塁でも全部、8割ヘッドサイング 0.3 秒もあるんですよ。ザ1位タッヘッドサイングして、だってたら、お前何休んでたって言われるんで、ザンってこう、こうやって起き上がるんですよ。すげえだから、野球やってなかったって話ですよ。よう勝てたな。全体的にポテンシャル高いやつがいるんですよ。あ、うん、大阪桐蔭も、西岡剛君が言ってたのは、はい、まあ、しても、自販機で、はい、ジュース買いたいと、うん、で隠れてこうやってボタンを押して落ちるガラガラの音をとにかく小さくしてほしいっていうのですごい工夫しながらこう撮ってたまにもう一本当たりが出て落ちてくるガラガラガラってガラってなって怒られるみたいなそういうのはありました。もうなかったです。僕らまあでも1年生は勝ったらあかんっていうのはあったんでそのお付きじゃない優しい先輩が大体1学年に2人ぐらいおるんですよ。でその先輩がたまになんか買ってくれてあげるみたいな、あれが熱いみたいなはあったんですけど。大阪桐蔭その山の上ですよね。はい、山の上です。厳しい練習どんな練習だったんですか。最初びっくりしたのは橋、学校が山のふもとにあるんですけどグラウンドが山の上でこれ走っていくんですよ1年生、走ってグラウンドまで行くんですけどそれは最初びっくりしました。どれぐらいの距離で何分ぐらい走るんですか。全部走れたら11分ぐらいで行きます。11分全部歩いたら30分ちょっとです。まあまあ傾斜です、まあまあ、もう傾斜困難で、ほんで2つ道があるんですよ。あのエンペラーって言われるみたいな。もう聞きたい、もうそのエンペラーの話聞きたい。このエンペラーっていうのはなだらかで緩くて距離長いんですよ。これは30分前走りなんですけど、はい、ラブホーがあるんですよエンペラーって。だからエンペラーで、もう一個は獣道って言われてて、でこっちはあの塗装されてないんですよ。こんな角度なんですよ。でこれは全部走ったら11分なんですけど、蜘蛛の巣はあるし、で自分らよりでかい石は置いてあるし、わけわからん道を登らされて、でっかい木にこう綱がバーって垂れ下がってて、そこ持って登ってったりとかもある道がある。そっちが近いからみんなそこを使うんですけど、僕らの時受験で入ってきた子が一人いたんですよ。めっちゃ勉強頑張って、でその子が登ってる時にゴボっていなくなったんですよ。で日の西ってやつなんですけど、日の西いなくなって、お日の西はって言ったらあいつ崖に落ちそうになって、こんな石に捕まって助かったんですよ。え崖ってまあまあ高い。いやもう多分落ちたら死ぬやつ。うわ怖っ。うわおおおってなってみんなでグワー引き上げて、危なかったなっていうぐらいの道走ってました。いや怖っ、こんな話してるんですけど僕5日間ぐらいしかやってないんですよ。夏のメンバーに入りそうやって。そっか、メンバーは走っていかなくても良くなる。はい、バスかなんかで1年生でも、はい、もうバス乗って行かしてもらって、バスガイドさんが座る椅子あるじゃないですか、はいはいはい、あそこに一人だけこうやってポツンと座って、で後ろ全員上級生でこうなりながらずっと座って、僕も1年生の時に最初の春は2人いたんですけど、夏は1人だったんですよ僕1年生で、うん、この気持ちめっちゃ分かります。うわ、なあ、分かる。どうしてもいいか分かんないんですよ。でもう眠くなるじゃないですか。僕はもう絶対バス乗っちゃダメじゃないですか、うん、1年生とかこうやってやってるんですけど寝てしまうんですよ。そうそう、この前のこれあるじゃないですか、これに止まるんですよ。これめっちゃ後つくんですよ。先輩たちもそれ通ってきてるんで、お前寝ただろう、いや寝てませんみたいな。
監督がたまにですけど高速外ブレーキガーン踏むんですよ。そう、うん、でこうやってなってると僕らがお前ら貴様ら監督さんの手にバーンとかで踏んでブーンってなるんですよ。こうやってブーンってもう引っ込むぐらいいくんですよ。本当にやばい時は横浜から埼玉まで僕はあいつ正座すバスの中で、もう大体、ね、試合負けたら正座す、きつい。東京から新大阪までの甲子園の春の選抜の甲子園全部正座でした。うわ、野球日誌を書いてるやつが忘れたやつがいて全然、うん、どこに正座する座席です。だからこういう感じです。でも監督が前に座っててこれずっとでだから監督こう隙間からここの隙間で、はいはい、ここ、ね、こういうスコープで見るような感じで、でこうなってて、で足やばいんでこうなってくるんですか。でこの高さ変えちゃいけないじゃないですか。だから片足ずつ下ろしてくる。上で。腰すぎる。すごいな、俺は。意外と厳しい経験は、うん、分かったからしてないんですね。いやだからそうですね、超優秀だったから、うん、で僕ら優秀だっても関係なくてもう全員これをされるんで、あるでしょ、でもきついロケは。それこそだから松岡修造さんになってくれって言われたから松岡修造さんと同じ修造チャレンジのロケを子供にさせたことあるんですよ。お前もっと受けてろ受けてろ受けてろって。それはきつかったっすよ、なんか心が痛むというか。心がきつかった。松岡さん本人呼べばいいのに、こっちの方がみたいな感じで。でもこの子はテニス好きで。そう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 。もっと待って、お前世界一人だろって。そこは感じかだろ。どういう気持ちでテニスやってんだろう。どういう気持ち。松岡さんじゃねえよな、あれずっと。だっていきなり明日、はい、ジャージで来いって言われる、特ダネで。で何やるんですか若手の時に。いやあのこのコカ・コーラの CM 見てって言われて、で伊藤英明さんが上空でサッカーやってるんですよ、グランドキャニオンの上で、はいはいはい、でサッカーボール蹴ってでコカ・コーラ上空で飲んでる。それを再現してくれって言われて。それ全然アナウンサーさんの仕事じゃないです。沖縄の飛行場からもし何かあったら、どうなりますよっていう保険みたいなのね、保険書いてでもう来て1万5000メーターぐらいまで上がってる。やばいよ。で、まあ、タンデムでね、あの一緒に3人でやってくれるんですけど、コカ・コーラぐるぐる巻きにして航空法上、あれが何か下に落ちると違法なんです。絶対落としたらないって言って、でうわーって飛び降りながらコカ・コーラって顔中コーラだらけで逆を通してくるからね、置いてくるからねってなりながら、大樹さんそう、うわーだってで、パラシュート開くまでに全部取らなきゃいけないから俺、これ何やってんだろう。